Your stage, Okayama. Okayama Voice Broadcasting. Inoue Matsuri no Moa Stage Okayama.この番組は株式会社ライフトランス代表取締役社長井上まつりがリスナーの皆様からのお便りをもとにお届けする番組です。アシスタントの原田さやかです。まつりさんよろしくお願いします。お願いします。そしてプラグマガジン編集長山本です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日も、はい、岡山ナンバーワン井上まつりおっちゃんのイヤホンがお届けがありました。お届けしようと思ったんですけど、ちょっと最近のまつりさんのを見てるとやっぱ結構ね、アームレスリングをストイックされてる様子が結構あれなんですけど、先ほど見たらまたゴールデンレトリーバーを挙げられてましたけど、ね、あれ何くんって言うんでしたっけ、愛犬。アビちゃん、あの亡くなったのあれアビなんとかな、あれ名前忘れた。アビ、ラッパーじゃねえわ、はい、ラッパー DJ アビーチーの、ああそうそう、それからつけたなんでそれからそうそうそう、それからつけたって言った。あ、お子さんたちが、そう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 、へえ、好きなんだ。うちの長男だったかな、長男と次女か多分。へえ、いや、あ、でもお子さんの年齢だったらアビーチー聞く年なんすね、確かに。うん、そうか、うちの長男が結構詳しくて。あ、へえ、音楽をじゃあもう EDM からなんかいろいろ聞かれてるわけですね。そうそう、だから服とかも結構長男聞くかも、うん、最近は。あ、何のブランドがいいとか、何のブランドの T シャツがいいとか。へえ、なんかいいな、それ。そうそうそう、あ、でも好きなんですね、お子さん。いいですね、うん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 、アビーチのアビちゃん。そう、うん、アビーチのアビちゃん、ありがとうございます。じゃあちょっと次からインスタ見るためにアビちゃんだって。誰かに、うちのあの次女がドッグトレーナーなんで。ああ、そうですね、しつけはね、はい、教育はすごい、うん、結構あの特殊なのやるんで何でも覚えますけどね。じゃあもうトイレは当たり前で、おかわりからお座りから何から。もちろんもちろん、めちゃくちゃあの、まあもともと賢いんで、ゴールデンレトリーバーでも結構性格がきつい犬種なんですよ。あ、そうなんですか。なんかおとなしいイメージがありましたけど、そうそうそう、意外にほっといたら結構、じゃあ、うん、そう、ラブラドールとはちょっと違って、うん、ゴールデンはきついんで、うん、あの本当きちっとしつけしないと噛むみたいな。あ、そうなんですか。結構恐怖。まあでもアビちゃんはおとなしく、うんうんうん、そうだね、わかりました。もう机のもん全部荒らすけどね。いたずらが、そういういたずらをするんですね。そう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 。ちょっと次からストーリーズ見たらアビちゃんだと思って拝見させてもらいます。ちょくちょくあげます。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう、さやかちゃん。Okayama Voice Broadcasting。はい、それでは参ります。モアステージ岡山、今回のリスナーからのお便りご紹介していきます。真庭市60代男性、自営業トマト農家さん。連載されている道をよく拝読させていただいております。安倍元総理の国葬について様々な意見が飛び交っていますが、政治的なことはさておき、葬儀社も営まれている井上様に国葬というものの立ち位置や葬儀社だから思う部分などがあればご拝聴させていただきたく、ご所見を伺えればと思います。よろしくお願いします。なるほど、非常にタイムリーな話題ですね、今収録の時で。まあ、ここの国葬のなんて言うんだろうな、はい、あの国葬になる基準っていうのはちょっとよくわからないですけど、まあ、我々の立ち位置としては本当にあの名誉なことですよね、国葬ができるっていうのは。なるほど、あ、そうですね、うん、なんか戦後2人目ですよね、国政。吉田茂総理の時、ね、多分のみのはずですね、うんうん、報道で聞く限りは。だからこれが2回目ですよね。そうですね、だからまあ安倍総理の国葬がどんな基準で国葬になったかっていうのは非常に難しい部分ですけどね。そうですね、ちょっと外交的なパフォーマンスの部分も多少ないしあるでしょうし、そうですね、まあね、あと、まあ、法律的には基準に照らしてやるやらない判断したわけじゃない、うん、まあ、いろんなところあると思うんですけど、うん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 、でもやっぱ葬儀者として見た時には国葬というのはやっぱり一番トップオブザトップの名誉ですよね、売り上げ動向関係ないですよ、実際ね、国葬やったっていうのはね、やっぱり非常に大きな部分じゃないですかね。でもなかなかできるとこないですけどね、やっぱりね、どうしても関東行くとね、はい、あのこっちと違うとこっていうのは、こっちはまずあの装置産業なんでホール持ってるじゃないですか、葬儀社が、はいはい、東京はほぼほぼないんですよ。へ、貸し会場でやるんで、
貸し会場、そう、関東圏で600会場ぐらいあるんですよ。で、もともとの地主が土地持ってて、はい、そこへ建物を建てて貸すみたいな。なるほど。よくよくテレビとかで出るのが芸能人とかそういう著名人の葬儀っていうのは、うん、お寺とかね、はいはいはい、はい、そういう貸し会場でやってるのが多いと思うんですけど、あれはまあ葬儀社が借りるんですよ。なるほど。2日とか3日とか借りてお金をお支払いしてそこでやるんですけど、やっぱり地価が高いんで、あーホール、まあ、ちょっと外れて、例えば関東圏でも千葉寄りとか、その辺になってくるとホール持ってるとかあるんですけど、はい、やっぱ中心部ってなかなか建てれないんで、なるほど、だから、ほぼほぼアウトソーシングですね。こっちとちょっと違うんですけど、だからまあそうですね、まあ本当に結構おそらくですけど、まあ、東京の方 の花屋なんかもすごく大きい、葬儀を主体で行ってる祭壇ばっかり作ってるようなところをちょっと多分提携したりとかいろいろやってると、まあ、大変だと思いますよ。なんか場所も日本武道館でなんかされるっていう風に出てますから、そうですね、あそこ花で飾りつけるだけでももう大変なことになる、ね、大変な催しですね。うちがね、コンベックスで、うちが一番 最大の祭壇がコンベックスでやって、はい、よく骨董市とかやってる、はい、会場で、はい、横幅が60メートル。60メートルの高さ、家写真の高さが8メートル。ちょっと待ってください。タワーじゃないですか。家写真が8メートルの写真。うん、まあ全身写ってる写真なんですよ、ね。ああ、全身写真で。それは改装者が3000、まあ4000人まで来てないですけど、まあ、それに近いぐらい来られましたけどね。あ、どこか大きい会社の車窓みたいな。そうですね。うちは特に岡山県ではうちだけなんですけど、うん、うちは青果部持ってるんで、うん、自社で青果部の社員が、今12名ほどいるんで、はい、だから、うちはもう独自の祭壇作れるんですよね。設計もできるし、もともとあるパターンの祭壇であるとか、あるいはお客様の要望を受けてそれを作るとか、うん、いうのもできますんで、だからそういう意味では、まあ、全国的にも成果部を持った総裁業って非常に少なくて、うちは結構車窓とかも受けるんで、まあ、うちのスタッフで全部作るんですけど、まあ国葬大変だと思いますよ。そうですね、お話聞いてて思いましたが、うちもそのイベントで失礼会場のもの結構やったりしますけど、お花で何か表現するってなったら本当専門に特化した方ってなかなかいらっしゃらないですよね。確かに、やっぱそこはもう自社で職人というか育てていくしかないっていう。そうまた花言ったらあったら言ってください。はい、わかりました。ありがとうございます。まあちょっと答えになるかどうかわからないですけどね、やっぱ国葬というものの立ち位置っていうのはもうトップクラスじゃないですか。やっぱりその葬儀とか人間の死とかいうことに関してやっぱり日本って先進なんで、先祖を思うであるとか。だから逆に言うと、その災害の復興が遅れるんですよね。災害の復興するよりも日本はご遺体を探すんで、亡くなった方、行方不明になった方を本当だ探すんです、さっき。そうですね。そう。だからヨーロッパのなんか行くと、はい、要は、亡くなった瞬間にはそれ物なんですよ。魂が抜けるんで。なるほど。物なんで、だから例えば瓦礫の下とかに人がもしいる、救護はしますけど、はい、だいぶ経って、もう多分もうこの瓦礫の中探しても、うん、絶対生きてないというようになるとブルゾーザーで行くんで、だから復興が早いんですよ。へー、それがだから日本とやっぱヨーロッパとかの辺との違いですよね。もう死生観が全く違うんですよ、ね。そうなんだ、うん、へー、なるほど。じゃあアジアの大国なんかもなんか近そうな感じがしますね。なんかブルゾーザーで行くだけで、だから日本は助けますよね。まず亡くなってるかどうかわからないけど、とりあえず病院に運ぶっていう、向こうの違いますからね。そうなんです、ね、そう。だから救急車が来て調べて亡くなってた葬儀社が来ますから。早いですね。そう。だから、すごいらしいですよ。やっぱ考え方が違うので。割り切り方というか、こう、そうそう、宗教観やね、やっぱりそういう様々なものが違うんで、日本はそうですね。だからそこを完全にこう、切り離していくんであれば復興は早いんでしょうけど、多分、世界中でも日本は、
そういう災害が起きた時の復興はむちゃくちゃ遅いです。うん、確かに日本人の感情でもしなんかね身内があの瓦礫の下にいるかもしれないっていうのをブルドーザー行かれとったらちょっともう勘弁してくれってなりますよね。そう、だってそれが1ヶ月後でも探すの、探しますよね。確かに必ず、そうですね、もうあの生死はもう諦めてるとしてもやっぱりもう必ずもう亡くなってるだろうって思ってもやっぱその亡骸を探すんだ。なるほどな。そうですね、そういう意味で言うとやっぱり日本っていうのは人間に死に、人間の死に対してであるとか、あの先祖を思うであるとか、うん、まあ、そういうことに関してはね、本当に先進だと思うんで、むちゃくちゃ、世界を見ても、やっぱ日本の葬儀っていうのは、葬儀文化っていうのは、すごいと思いますよ。その車葬される会社さんっていうのもその、うん、何でしょう、もうする会社は決まってるんですか。それも、まあ、これちょっと中の話ですけど、うん、社長さんによっては先代はしなかったけどこの代は車葬するみたいな、今の国葬みたいなこともやっぱあったりはするんですか。あ、それありますよね。あ、やっぱ、うん、もちろんもちろん。あ、やっぱじゃあ車葬も国葬も結構この人だからっていうのは結構大きいのかもしれないですね。やるやらない車葬はすると思いますよ。ただ時代の流れで、はい、そういう車窓っていう時代じゃない場合は、はい、車窓はしないかもしれないけれども、会長はしないけど社長はしましたっていうのはない。なるほど、うんうん、会長もしたし社長もするっていう流れはできるけど、だからそうですね、この人はしてこの人はしないっていうのはないですよね。やっぱりただ お母さんとかになると、あるいはおばあちゃんとかになるとそれを車損するかどうかっていうのはそこの判断だけど、あ、役職に就かれてたかどうか、そこでしょうね。車損自体は岡山は結構まだ盛んというか文化結構残ってる地域なんですか、全国的に見ても。そうですね、残ってる方じゃないですかね、車損は。なんかさ、まあね、ある程度の規模の会社さんじゃないとされないのかもしれないですけど、もう僕らが一般人からするとなんかあんまりそんな馴染みがないようなシーンでもあるかなと思ったりするんですけど、ありますよ結構。3000人ってさっき祭りさんのところが手掛けられたので、もそれも仕切るの大変ですね、3000人も回送者の方いらっしゃったら。そ、僕その頃はもう現場飾り行ってたんで、だから幕なんかもうしピン、もうあの家帰らずに、はい、もうあの 3日間ぶっ通して飾りなんで、もう家帰らずにそのままそこ あのホンベックスの会場の中で、あの地べたで、布にくるまって寝ました。もう腱鞘炎、もう押しピンの足場とか組むんで、足場組んでドブチ這わして、そこのあれで8メーターぐらいのカーテンとか布作る。うわ、それを全部バーッと押していって、すごいですね。作るんで、なんか不謹慎ですけれども、ちょっと一つのなんかアート作品作っとるような感じですよね。そうそう、でもなんかだからもうその使ったものはもう使えないんで、その会場に設計したものなんで、あ、そっか、だからもう全部廃棄なんですよ。うわ、すごいですね。だから一つのもうね、建設会社も入るんで、そこ舞台組んだり全部するんで、足場組んだりって今おっしゃってましたもんね。まあ、葬儀はまあやっぱり動線がすごく大事なんで、そのたくさん来れば来るほどどういうふうに人を流していくかっていうのはやっぱりすごく大事なんで、まあ、その辺もいろいろ考えながら、想定以上の人がやっぱり来ても対応ができるようにスタッフの配置や人をどう逃がしていくかっていうのをやっぱ考えないといけないんで、はい、国葬なんかってなったらもう本当現場の方々はかなり大変になりますね。外国の要人とかまで来られるわけだから、だからまあ警察関係もね、はい、もちろん打ち合わせもしないといけないですし、いやすごいと思いますよ。通常の会社の規模だと多分対応できないでしょうね。そう、本当に何百人ぐらいいる多分葬儀者じゃないと、日々の仕事もあるわけじゃないですか。で国葬も受けるわけじゃないですか。でそれストップできないんで、多分国葬になるともうすごいスタッフを入れんといけんので、多分その辺の小さい葬儀者は無理でしょうけどね。なるほど。まあ何より名誉ですよこれは。受けたかったですね、うちが。岡山の会社が受けたっていうだったらすごいことになりますね。東京あるんで、うち。ああ、そうか、そうですね。だからまあ今後ね、東京で、まあ、そういうのが受けれるように。いやちょっと現場の方ね大変だと思いますけどね、頑張っていただきたいですね。まあちょっと
検討になったかどうかちょっと。いえ、ね、ありがとうございます。当事者の方の話が聞けたのでね、トマト農家さんも多分ご参考になったんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあお二人目参ります。はい、岡山市30代女性会社員けいこさん。現在マンションで暮らしているのですが、私の部屋の上の階に住んでいる人たちについて大変困っております。ペット禁止にもかかわらず、犬が床を駆け回る騒音がしており、夜中の2時3時になっても子供たちが大声でドタドタとはしゃぎ回る騒音が私の部屋まで響き、怒り心頭です。何度か住人らしき人たちにエレベーターで遭遇しましたが、夜の仕事らしき感じがしました。意を決して苦情申し立てようかとも思ったのですが、最近のいろんな事件をニュースで目にするたびに逆恨みされても嫌だなと思うと、なかなか直接言うこともできません。管理人もいないマンションのため諦めて引っ越そうとは思っているのですが、こういったご近所トラブル、井上さんはご経験ありますか？もしあれば対処法など参考までに教えていただけると嬉しいですという。なるほど。これ苦情やっぱありますよね、こういうのね。やっぱ集合住宅というか、うん、そういうマンションです。今日思ったんですけど、はい、この名前が出てるの嬉しいですよね。あ、確かに。井上さんはご経験ありますか？本当ですね。井上様にとかって、はい、僕ら祭りさん祭りさんって言ったのちゃんと井上と井上を今までこういうのなかったあ、なんかでもそうですね、ご意見くださいっていうのありましたけど、井上さんっていうのは確かに、ありがとうございます。ぜひ井上さんよろしくお願いします。はい、はい、井上さん引っ張られた、ちょっと面白いけど引っ張られました、引っ張られましたね。え、松井さんマンションとかアパート住まわれてた時期も当然若い時は、もちろん、なんか近所でトラブったこととかはないですか？なんか特にないですかね。迷惑被ったみたいなことも特にないですね。うんうん、周りが祭りさんの部屋にだけは迷惑をかけないようにっていうので、もうちゃんと意識してたのかもしれないです。そうですね。まあこれ多分相当ですね、恵子さんね。そうですね。どうでしょう。これはでもやっぱり管理人というか、そこのマンションの持たれてる不動産屋とか、はい、管理されてるところが大家、はい、直接行った方がいいと思いますけどね。そうですよね。ただどこが言ったかっていうのは絶対伏せるんで、わからないじゃないですか。確かに。もうここの何丸何号室の誰々さんから聞いたんだけど、こういうのやめてくださいねっていうのはないんで、よくあるのが全部のポストを入れますよね。そういう文章を使って、なんかこういうことが起こってるので静かにしてくださいみたいな。まあ、そもそもこれペット飼ってる時点でもうアウトでしょ。ダメなんですね、この人たち。多分これ大家か誰かに多分言うと、もう多分出さされるんじゃないですか。そっちがですよね。そうですよね。だってもうこれもう正直、はい、大家とかに言うか、もしくはもうここ出るかですよね。多分この二択ですよね。で、その直接は僕は言わない方がいいと思いますね。もう絶対喧嘩になるんで。そうですね。相手もね、はい、本当に、まあ、例えば話が分かる人で、うんうん、あ、すみません、申し訳ないですみたいなことになればいいですけど、多分もうペット飼ってる時点で、もうそういう人でしょ。ルールとかマナーとかあんまり気にしないような多分人だと思うんで、うん、僕がねこの近所いたら言ってあげるんですけどね。本当ですか。はい、それが一番心強いか、まあ、ですね。でも最近僕だったら直接行きますけど。え、行くんですか、松井さんだったら。全然行きますよ。あ、本当ですか。はい、いや、行かん方がいいってさっき言われてたからね、ちょっと。でも松井さん、正直最近本当になんかこの人の恵子さんの言われてるの分かるんです。直接言うのちょっと怖いっすよね。なんか最近クレームが、なかなか、まあね、なんか殺人があったりいろいろありますからね。なんかあれですよね、その自分が言いに行って自分にこう向かってきたらまだいいんですけど、もし自分に子供とかいた時に、この先が子供に向かったらどうしようとかちょっと思っちゃいますよね。この方がちょっとどうかは分からないですけど、じゃあまあやっぱりあんまり、まあ、一番安全なのはやっぱり大家さんとか、まあ、管理の不動産屋さん、多分これもうこのまま伝えればいいんじゃないですか。ペット飼ってるし、夜中のね2、3時ぐらいになっても2、3時に子供が子供を起こすな。すごいですよね。ね、もう家庭環境が親ですね。そうでしょう。だってこの時間帯に子供が起きてるっていうのはやばいですよね。やばいですよ。はい、まあ
大家さんでしょ。そうですね、大家さんですね、うん、まあ、引っ越す前に一回ちょっとチャレンジしてみようねっていう。そうですね、はい、大家さんに行ってみましょう、うん、そうしましょう、はい、まあ、気をつけて、はい、いやトラブルにならないようにご安全に本当にねありがとうございます。はい、はい、じゃあ3人目参ります。岡山市30代女性ピーマンさん。付き合って1年になる彼氏がいます。この度同棲することになり親にも挨拶をしました。しかし彼と今後の話になった際、結婚は2年待ってほしいと言われました。なんでと尋ねたところ、実は昔やっていたギャンブルで借金があり、はい、それをすべて返金できるのが2年後だから完済できるまで待ってほしいとのこと。私と付き合ってからはギャンブルはしていないし、これ以上借金は増えていないと思うのですが、正直心配です。このままで大丈夫でしょうか。わかりませんこのままで大丈夫でしょうか。このままで大丈夫でしょうかって聞かれてもそれはわかりません。でもいいんじゃないですか。なんか計画、はい、してるんじゃないですかね、うんうん、やっぱり彼としてはやっぱそういうところがあるから、まあそれを結婚したらやっぱりお金もいるし、うんうんうん、まあそれを返済してからって多分思ってるんでしょうけど、うんうんうん、そこまでにまあちゃんとけじめを自分でつけようっていう思いが、まあ彼の方でもある、うん、ね、こういう話って結構今まであったよね。なんかありますね、結構心配なんですとか、はい、どうしたらいいんですか。そう、どうしたらいいんですか。多分ね、心配してるとかどうしたらいいかっていうことを考えてる時点で、はいはい、本気で 100% 好きなのかどうかっていうのが僕疑問なんよ。なるほど。なんか本当に好きだったら、うんうん、多分彼氏がギャンブルで借金してようが、はい、どうしようか、多分その流れで結婚もするし、うん、じゃないかなと思うんですけど。あ、男はそう思いますね。女性からどう思いますか。いや、でもちょっと借金は返しといてほしいって思いますけどね。いや、だから例えば、はい、若い頃にね、はいはい、今も若いけどありがとうございます若い頃にすいません、なんか若い頃にだけど、結婚ってなんかちょっと勢い的なものはない。あ、まあそうですね、感情がマックスでやっぱ相手のこと好きだし、うん、一緒にいたいっていう気持ちがやっぱり二人ともあるから結婚したり同棲したりするわけであって、うん、多分嫌なこととかって出てこないですよね、うん、多分嫌なことがもしあってももう一瞬で消化されると思う、うん、そういうの、うん、だからこう慎重に行く人なのかな、ピーマンさん、わからないですけど、なんかあれですよね、ピーマンさんがっていうよりは、うん、多分その彼氏さんがちょっと待ってて、うん、まあ多分ピーマンさんはこのギャンブルの話聞いてなかったから、うん、そのまま結婚する流れだと思ってたらこのギャンブルの話で実話が出てきたみたいな感じなんですかね、うんうん、でも彼氏がそう言ったって、うん、本当にもう別に結婚してこの人と一緒になるんだという思いがあれば、うんうん、いや、いいよいいよみたいな、ならないかな、一緒に返していこうよみたいな、そう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 、なるほど、なるんじゃないかなと思いますけど、うん、そうですね、借金があるから嫌いっていうのはちょっとまた話が変わってきますね。ちょっと別よね、別問題でしょ、男的には。そうですね、ああ、なるほどな、うん、まあ、なんか言ってくれたのっていうことに私はこう結構評価をしたいなと思いますけどね、この彼が、うん、彼が前もってちゃんと言ったっていうことに、うん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 、ギャンブルなぁ、やめとった方がいいんじゃないかなでも、多分まだまだあるよ。そう、だからこれだけで判断できないけど、はい、やっぱギャンブルのギャンブル依存って前テレビでもしてたんだけど、うん、はいはい、前頭葉かなんかの脳自体が変形してて、だから抜け出せれないらしいんですよ。その要するにお金をそれで稼ぐとか勝つとかっていうことよりも、はい、その高揚感というか、恐ろしい、その行った時に勝つか負けるかじゃないですか、はいはい、だから負けた時に落ち込んで勝った時のこの振り幅がすごいから、はい、その出た時の感覚がこう麻薬みたいになるんですね、はい、でそれをずっと続けていくと脳が変形するからギャンブルにはまっていくと、もう薬物中毒みたいなもんですね。そうそう、だからそれテレビでしてて、はい、だからすごく難しいんですって。だからそこまで行ってたら多分これ2年タタンマンに多分ギャンブルまたすると思うんですよね。うーん、
それは分からないですよね。だってこの文章だけしか僕ら分からないんで、そうですね、だからそのギャンブルですごい依存症みたいになってるんだったら非常に厳しいかもしれんけど、うん、まあ、好きか嫌いかじゃないですか。そうですね、好きか嫌いというか好きの大きさじゃないですか、相手に対して。それが大きかったら別にギャンブル依存症でも僕は一緒になればいいと思いますよ。だってこの人と一緒に苦労してでもやっぱり一緒にいたいんだって思う気持ちがあれば、僕は一緒にいればいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。だからそういう多分ギャンブルでそういうになる人っていうのは計画性がないだと思うんですよ。だからこの彼女が、はい、あの一緒になってあげてそういうところをサポートしてあげるとかいうのでひょっとしたら抜け出せれるかもしれないし、まあ別にその依存ではなくて、まあ、本当にそういう2年で返すからその時に待ってっていうことかもしれないし、パチンコ、好きの大きさですよね。パチンコホールの女帝と呼ばれた原田沙耶香はどう思いますか。またそういう、いや、いあのいらんこと言っただけなのでちょっと流しておいてください。あとでちょっと芝居とくんで。松井さんもうあれですか、競馬競輪パチンコ全然しない、何もしないんですか。何もしない。松井さん本当健全ですよね。ああ何もしない僕は。ほんまに、え、やったこともない。20歳か10代後半ぐらいの時に、はい、なんかモーニングが流行って1000円で出る、聞いたことあります、ね、あれはなんか後輩連中がすごく行ってたから、はい、なんか興味本位で僕も行って、はい、まあ、やったことありますけど、全然ハマらなかったですか。ハマらない、じっとしてくれるので一日じっとよくしとけれるなって僕思うんですよ。確かに。あ、あんなもんだって1万円じゃ例えば使えますってなって、はい、1万円使うんだったら僕は、はい、あの誰かとそれで美味しいランチ食べた方がいい。マットです。でしょう。マットです。はい。いや本当全然余らない。僕もすごい共感するんですけど、うちのメインパーソナリティはもうあの5万溶けるぐらいヘトも思ってない女性。なるほど。はい。なんかもうイメージ湧くわ。なんか足組んでこれ行って、行って。いや私そんなイメージ。変わってからね。へこむわ。スロットだろ。あ、そうっすね、スロットですね。パンパンパンってこう、でこう左手でパチンやって左手でパチン、へえ、ほなもう目押しとかすげえできる。目押しできますね。なるほど。でもなんか、まあ、やる人間やらない人間分かれますよね。でも同年代見ててもなんか、ハマる人間はもうどっぷりハマってもうね、そう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 、やりますけど。ちょっと待って待って、でもあれ結局相対で言うたら負け取るだろ。いや、そうですそうです、絶対負け取る。だって彼らもあれ商売でやるんだよね。そうですね、うん、これね、私あのいつも思うんですけど、うん、借金してまでギャンブルする人は、うん、まあ、それこそさっきの依存症とかもあると思うんですけど、うんうんうん、勝てるって思って言ってるんだと思ってるんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。その金を捨てに行くというか、うん、遊ぶために行くってかっこいい、ちょっと思って、いや違いますよ、なんか名言がすごい名言ない、ただ のパチンカスなんで全然名言ないんですけど、いやだからそこだけ心得といてもらったら、うん、ちょっと何でもらってるんですよ、うん、いやいやいや、でも本当にあれよね、あの勝つ人って口座別にしとるもんね。え、そうなんですか。それ専用の、あ、本当？それ専用の口座してるよ。すごいですね。もうそこの中の口座のお金だけでやる。あー、賢いですね。パチンコ口座を作って、パチンコ口座で勝ったらそこにも入れるし、そこから引き出す、はい。なくなったらもやらない。なるほどね。あ、それ一番わかりやすいですね。それだったら確かに。でも絶対負けてますよ、それ。そうですよね。そうなんですよ。うん。まあ、そうですね。でも、まあ、ピーマンさんはやっぱりその。まあ、そういうもしかしたらところがあるかもしれないっていうのを受け入れて、うん、まあ、今後もその一緒にやっていくかどうかみたいな、ちょっとなんで笑ってるの。いや、なんかここのとこだけすげえ食いつくなと思って。いや、あのもうあのパチって聞いたらもうスイッチ入るんですよ。なんかいつもよりすげえ勢力が、さやかちゃん、ものすげえ勢力が、すごい。さんの悩みとしていつも真剣なんで、松井さん本当だってこの3つの質問でこれだけで食いついたずーっと一人で喋るわな松井さんがなんかニヤニヤするから、いや本当なんかこっちがゲストできたみたいになってるな。待ってくださいやめてほしいよ全部山本のほんまあの身内のチボを売ってきてるんで、あんまりもうプライベートの切り売りできてるんでね。まあでも結婚の話になってるんでね、はい、まあぜひ結婚してくださいいやでも僕はサポートしてあげた方がいいと思いますよ、パチンコどこよりもね。結婚してください
いやでもそもそもこれギャンブルなんてパチンコかどうかも分からんけどね。ああそうですね。散々パチンコの話しとる、ね、ちょっとしたら、ちょっとした競馬かもしれないし。まあ、何でか分かります、松井さん、これ。全部山本のせい。いや、いやでも本当そうです。何のギャンブルか分かんないですね、これは。そう、確かに、本当に。もう今更いいですよ、その話は。まあ、だから結婚しましょう。結婚しましょうと。借金があろうが何しようが支えてあげてくださいっていう。そう、そこはまあ、あんまり切り離して考えた方がいいと思いますけどね。はい。ありがとうございます。幸せになってください。はい。ぜひ。ありがとうございます。いいですかね、ピンマンさん。はい。はい。いやすいません、ちょっとなんか私はちょっともやもや山本に対してもやもやしてるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、モアステージ岡山へのお便りメッセージは岡山ボイスブロードキャスティングのホームページからお寄せいただければと思います。まつりさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。モアステージ岡山、岡山ボイスブロードキャスティング。